馬毛島の工事が始まってから1年が経過しました。工事が急ピッチで進んでいる中、馬毛島のイメージ図が公開されたという情報が入ってきました。今回は、このイメージ図や馬毛島着工までの経緯について見ていきたいと思います。西之表市の選挙が始まりましたが、結果によっては、馬毛島の基地計画にも影響するので、中国の脅威を考えると待ったなしの案件だから、今更反対なんて言わせず、さっさと進めてしまえ、なんていう過激な意見も、本州の人間の中にはあるようですね。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地の建設が予定されている鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設など、基地施設のイメージ図を防衛省が公表し、話題となりました。というのは、これまで公表していた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片護衛艦なども入港できる仮設桟橋3本などを備えた大規模艦船係留施設の建設が新しく追加されていたからです。馬毛島は、種子島の西方 12km にあり、面積 8.2 平方キロメートル、周囲 16.5km で平坦な無人島ですが、2005年、平成17年の国勢調査によれば、タストンエアポート社、当時は馬毛島開発という企業の15人の従業員が住民登録されているので、有人島扱いになっていました。その2年後の2007年頃から、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として、訴状に上がるようになってきたのです。そして、2010年、平成22年、馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定した防衛省は、滑走路整備による航空基地だけでなく、上陸演習場や事前集積拠点としての利用、災害派遣時の物資集積場としての使用計画を立案、種子島など地元説明会を行いました。側文ですが、2011年、平成23年には、馬毛島開発のオーナー問題やタストンエアポート社による滑走路建設などが原因で様々なトラブルが発生していたそうです。日本政府が間に入り、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として日米安全保障協議委員会2+2の公文書に記載し、2018年平成30年には防衛省から馬毛島を海上航空両自衛隊の拠点として活用する方針が発表されたのでした。この間、東日本大震災という大災害や政権交代、民主党から再び自民党など激動があったのですが、この件については何の問題もなく水面下で継続していたということになるのでしょうか。2プラス2方針では、出雲片護衛艦に艦載する予定で、宮崎県のニュータバル基地に配備される F-35B 戦闘機の離発着訓練に利用。さらに、海直の屋基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させる他にも、沖縄本島の空自那覇基地に配備されている F-15J を、有事の分散配備先として利用するなどの計画が盛り込まれていました。この防衛省の計画ですが、住民からすれば騒音計画とも呼びたいようなものだったそうです。2021年5月、防衛省は、当初の計画通り、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも利用するため、空自の F-15J 戦闘機を使用して、FCLP で使用する空路近辺での騒音測定を行いました。その測定結果を公表し、各自治体で説明会も実施したのですが、住民の多数を占める高齢者の方々が、その内容を理解してくれたとは、到底思えません。2021年1月の市長選挙の結果、種子島の西之表市では、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。今後の馬毛島基地計画の推進を不安視する声が上がったのですが、市議会自体は自衛隊施設誘致賛成でしたから、今後については、市長と反対派の市議 VS 推進派の動きが注目されるとみられます。種子島島内3市町村の中で、中種町と南種町は、町民も町議会も、すでに自衛隊施設整備に賛成しているそうです。現在、防衛省では、陸、海、空のそれぞれが、
馬毛島での各種訓練計画を立案、150から200名の隊員を常駐させる予定になっているそうです。そのために、種ヶ島に宿舎を建設して、家族を同行させるようです。保守管理に必要な最低限の隊員以外は、種ヶ島の宿舎から定期船などで通勤することになるそうです。過疎化が進む種ヶ島に、この移設によって、1000人近い若い世代の人口が増えると見込まれているとか、地域の活性化につながりますし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品の地元購入量の増大も見込まれるので、島内経済活性化にも大きく貢献するだろうと期待を寄せる人もいます。そういったことを分析した結果、種ヶ島全体としては自衛隊施設整備を歓迎していると考える向きが多いのは当然かもしれませんね。防衛省が2021年8月6日に発表した馬毛島基地のイメージ図で目立つのは、島東側の海岸線に3本の桟橋など艦船の係留施設が記載されていることです。この建設によって19950トン、全長248M、全幅38M の出雲片護衛艦が接岸や入港ができるようになると見られます。係留施設は桟橋の他に防波堤や消波堤も建設される予定です。大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には必須設備ですが、沖合1300エグまで延長されるということがあって、漁業への影響が懸念されているのです。イメージ図には他にも載っています。滑走路に沿う駐機場スペースと関連施設、管制塔など飛行場支援施設、基地要員と訓練人員の生活スペース含む訓練施設などはもちろん、航空規格納庫や揚陸施設なども配置されているので、万が一の有事にも即対応可能というくらい整っていると断言する人もいるようです。冒頭でも述べたように、馬毛島はアメリカ海軍空母の FCLP の実行施設として利用するための場所でした。アメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、横須賀が母港ですが、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港しています。その間、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場において、FCLP の実施が義務付けられているそうです。改めて FCLP について説明します。空母出航直前に集中して実行する訓練です。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立て、タッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間、離着陸訓練では騒音問題が発生しています。当初は、第7艦隊の空母艦載機は、厚木基地を陸上基地として、横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題のため、1991年、平成3年8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で実施しているのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までの距離は 1000km もあります。アメリカ海軍パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大などアメリカ側は不満があり、2017年に空母艦載機が山口県の岩国基地に移転してからも、この近辺での FCLP 実施を要望していたということです。経費と言いますが、日本の思いやり予算はどこに使われているんでしょうね。距離の問題だけではありません。硫黄島には、現在も活火山があるので、地面の隆起が激しく、滑走路や施設の補修に、手間と経費がかかるそうです。だからこそ、アメリカ海軍は、岩国基地にずっと近い馬毛島での FCLP を要求しているわけです。馬毛島の面積 99.6% は、すでに国が購入済みで、残りわずかな部分は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、西之表市が所有する艦地となります。この私有地を、基地反対派は拠り所にしていますし、島内固有種である、マゲシカの絶滅危惧を訴えて自衛隊施設建設を拒絶すると考えられます。しかし、基地賛成派の見方では、種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成しているので、この反対は、大きな障害にはならないだろうと安心しているようですね。海上自衛隊が保有・運用中の艦艇の中で、
最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 PDH は、1番艦でネームシップの出雲、2番艦の加賀の2隻が存在しているが、今、まさに航空母艦化改修が進められている。この航空母艦化改修とは、これまで回転翼機の母艦として運用されてきた出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に対し、固定翼機でいわゆる第5世代戦闘機であるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするためのものだ。こうして出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を完了した後には、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型を運用可能な軽空母となることが目的とされているわけだが、ついに海上自衛隊も航空母艦を保有する組織となる。これまでの政治的な日本政府の立場からすると、1950年代の見解とは、家自衛隊が保持しないと表明してきた3つの兵器の具体例に、この出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化は抵触するのではないかとの意見も散見される。米ソの冷戦時代の始まりであり、かつ、太平洋戦争の敗戦の記憶が鮮明であった時期には、日本は、自衛のために自衛隊を組織するが、大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器は保有しないと説明されてきた。今回出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改修を施すことは、ここで言われた攻撃型航空母艦の保有に当たるのではないかと、一部の団体から非難が寄せられている状態だと言ってよいだろう。しかし、1950年代に挙げられた大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器を自衛隊が保有しないという政治的な見解は、それらが、もっぱら、敵国の破壊のみを目的とした、いわば大量破壊兵器に該当するからというのが主たる理由だった。確かに、この2023年末においても、大陸間弾道弾の保有は核兵器保有国に限定されているし、戦略爆撃機に至っては、今や、保有国は、アメリカ、ロシア、中国の三大軍事大国しか存在しないという非常に稀有な兵器と化している。これに比べて、航空母艦は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国は、もとより、インド、イタリアなども運用を行っており、おおむね、海洋国家としては、昨今の、世界的な軍事的な状況を鑑みても、保有が即攻撃的だとは言い切れないように思える。そもそも、世界的な軍事の尺度から見て、航空母艦を攻撃的かいなかと議論しているような例はなく、日本が当時置かれた1950年代の政治状況の中で、時の政府が苦し紛れに答弁した回答に過ぎないと言うべきだろう。昨今の日本は、中国による南西諸島方面への軍事的な圧力の増大にさらされており、その状態から抑止力を得るための方策の一つとして、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化することを選択したに過ぎない。これは、南西諸島方面において、仮に有事が発生した場合、日本の自衛隊が利用可能な滑走路は、ほぼ沖縄本島にしか存在しないことが問題視された結果だと思われ、この沖縄本島の滑走路が使用不能に陥った場合に備えたものだろう。また、現状では、沖縄本島に配備されている航空自衛隊の戦闘機は、いわゆる第4世代戦闘機とされている F-15J イーグルのみであり、今後、F-35 ライトニング 2A 型が追加配備される可能性も全否定はできないが、地上喪失のリスクを伴う。それは、仮に、現在の最大の仮想敵国である中国との間で武力衝突が生起した場合、沖縄本島の航空自衛隊基地は、真っ先に、中国側の対地ミサイルの飽和攻撃にさらされる可能性が高く、そこに配備された戦闘機は、地上で無力化される恐れがあるためだ。そのため、そうした最悪の場合を想定し、仮に、そうした事態が生じた場合でも、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機としていれば、航空戦力の投射が可能な状態を保持できる。短距離離陸、垂直着陸が可能な特殊な構造を持つ F-35 ライトニング 2B 型は、兵装の最大積載量も、
ベースの A 型の 8.165 トンより少ない 6.804 トンで、さらに航続距離も短いが、南西諸島の防衛には、必須の航空戦力となることが期待される。さて、そんな F-35 ライトニング 2B 型の運用を狙った出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事だが、1番艦出雲、2番艦加賀、ともに、2023年末時点で、まず、第1回目の主要な工事が施された状態である。2番艦の加賀は、正確には、第1回目の航空母艦化改修工事は、2023年の末までが予定されているが、2023年11月には、出雲に先駆けて、全通式の飛行甲板の先端を拡幅する大工事が完了し、同月中に、一旦、海上でのテスト航行を行っている。2021年度から開始されていた2番艦、加賀の航空母艦化改修工事には、この、最も大掛かりな飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれていたため、総額でおよそ260億円を超える工事費が投入され、無事にこれを終えている。逆に、1番艦の出雲は、2024年度より、この飛行甲板の拡幅工事を含む第2回目の航空母艦化改修が予定されており、現時点では、出雲、加賀、ともに、2027年度までに、すべての改修工事を終えるものと見されている。航空母艦化改修が、完了した出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する場合、艦内に収容可能な同機の最大数はおよそ10機前後とも言われており、決して、大量の機体を運用するとは言い難い。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルを誇る、海上自衛隊では、最大規模を持つ艦艇ではあるが、航空母艦として見た場合に大きいとは言えないだろう。同様に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の艦艇としては、ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦があるが、これらは、いずれも、満載排水量で、4万トンを軽く超過する大型艦である。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦を、F-35 ライトニング 2B 型の艦載に特化したライトニング空母として運用を行うケースでは、同機の最大収容数はおよそ20機とされており、こちらも想像ほどは多くない印象ではある。それでも、F-35 ライトニング 2B 型のような、いわゆる第5世代戦闘機の戦闘力は、前に当たる第4世代機と比すれば、そのステルス性能ゆえに飛躍的に向上していると言われており、少数でもキルレシオで上回ると目されている。中国海軍の増強の象徴として、航空母艦、遼寧や山道が西太し太平洋方面まで進出して発着艦訓練を繰り返す事態が、ここ数年で報告されているが、これらの航空母艦が艦載する戦闘機は第4世代機の J-15 である。したがって、日本や在日米軍にとっては、F-35 ライトニング2のようなステルス機を投入すれば優位に立てる状態であり、かつ、また、2023年末に、ロシア・ウクライナ戦争で、ロシア軍の第4世代機が多数撃墜された事実からも、同様の展開が可能だろう。少なくとも、日本もライセンス生産にて装備するペトリオットのような防空ミサイルは、第4世代戦闘機に対しては非常に有効であり、その航空機に対してはおよそ 200km ほどとも言われる射程距離内ならば、高い確率で撃墜が可能と考えられる。そのため、南西諸島で中国軍と対峙する場合の航空上の脅威は、陸上の基地に配備された中国国産の第5世代戦闘機と喧伝されている J20 になると思われるが、そのステルス性能が自称するほどではないことを願ってやまない。